まずつけよう、ポジティブ。つけます。オン。せーの、オン。少々お待ちください。つけ忘れてます、すみません。ということで、さあ始まりました、サイキックフィーバー M ステ出演記念アフタートーク生放送。本日は MC を務めます、中西翔です。ヨガこちらがですね、CL と YouTube、そして、TikTok と Instagram も使いながら、生放送できたらと思いますので、本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、今日はですね、先ほど無事に、M ステ出演が終えることができましてですね、サイキックフィーバーをもっとたくさんの方に、知ってもらいたいということで、今日はアフタートークはもちろん、僕たちの、まあ、歴史などもね、ちょっと振り返っていきながら、はい、そういった配信に、ね、していきたいなと思っております。はい、はい、ということで、いいな。まあ、まずは、まあ、そうですね、コメントとか読みながら、まあ、今日のね、はい、感想とかもね、みんなでしていきたいなと思うんですけども、はい、じゃあどうしましょうか。まずは順番にいきますか。はい、誰か行きますか。まあ、コメントもね、見ながらね、行きましょうか。お疲れ様っていうコメント。お疲れ様でした。ありがとうございます。見てくれましたか、皆さん。楽しかった、マジで。Thank you。 いや、マジ楽しかった。ダディも喜んでました。ダディ、見てました、ダディ。ダディ見てた。わー、素晴らしい。このダディも、もう少し父の日ですからね。確かに。ありがとう。ということで、じゃあリュウシン、え、今日、どうでしたか。今日、はい、いや、ミュージックステーション、もう本当に僕がもう小さい頃から、うん、金曜日はミュージックステーションっていう、間違いない、すごくイメージもありましたし、うん、これを見て育ったっていうのも過言ではないですし、うん、アーティストになったこう時に、うん、もう一つの夢としてミュージックステーションに出るっていう夢もあったので、うん、なんかすごい今日は感慨深い日にもなりましたし、何よりこう会場にね、フォーエバーの皆さんも来てくださっていて、うん、なんかすごいリハの時めちゃくちゃメンバーカチカチだったんですけど、本番皆さんの歓声とかこう SNS のこうコメントとかを見たりして、僕たちも安心してパフォーマンスすることができたので、なんか今日は僕たちだけではなくて、こうベビーさんもそうですし、応援してくださる皆さんと夢のステージに立ってたのかなと思うので、忘れられない日になりました。まあ、今日がね、まだスタートなのでツアーもありますし、ぜひこれからも応援していただけたら、初めて見た方も嬉しいです。お願いします。はい、回復だった。でも、配信見てる方でも今日行きましたよって方とか、なんかみんなの緊張感、テレビからも伝わりました。伝わったりとか、嬉しいコメントが多いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそのままついくん行きましょうか。どうでしたか。そうですね、本当になんかさっきユーシンも言った通り、本当に小さい頃から見てた番組で、本当に金曜日の夜っていうと、M ステですね、ミュージックステーション、うん、なんかこうつけよう、見ようってせんでも、もう勝手に体がその画面になってたから、確かに、うん、なんかすごい、その僕がそのまあ兄弟とかもいて、子供たちだけじゃなくて、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんとかもなんかお母さんとか、みんな家族全員に見てたから、なんか今回すごく一つなんか親に恩返ししたのかなっていう気分になって、すごくなんか幸せを感じながら階段を降りました。あ、で階段ね、階段降りた、ね、すごいギリね、ギリね、そうそうそう、ね、間に合いましたね。こうタモリさんのね、こう後ろ姿を見て、なんか後ろ、後ろから見るんやって、自分のなんか不思議な感覚になって、前からずっと見てたから、なんかそれがなんかすごいまたこう感慨深かって、なんかほんまにこう自分が見てたその世界に、また自分がこういろんな方にサポートされて、こう、まあ、自分も自分ができる最大限の努力をして、でこう皆さん、まあ、家族もそうだし支えてもらって、で今こうしてメンバーがいて、あ、ここに立ててる自分なんかすごい幸せもんやなっていうのをすごく感じたんで、またこうもう一回何回も出れるように、なんか引き続きまだなんかステージに立つことによって喜びと同時に頑張ろうっていう気持ちになりました。ありがとうございました。素敵。ありがとうございました。つるぎくん、ちょっと消されましたなって。ははは、バレてくる、バレてます。確かにめっちゃ黒いです。黒いっすね。やばい、めちゃくちゃ黒いんだけど。今日やばい、今日すごいな。今日やばい、やばい、やばい。ユージンとの人すごかった。いや、待って、確かに確かに、ついくん黒くなりましたね。ちょっと、キサロの CM じゃありません。なんかいい感じ仕上がってる、嬉しい。ちょっとね、レン君、できますか。どうですか。いやもうめちゃめちゃ黒い。皆さんおっしゃる通り、めちゃめちゃ緊張しました。やっぱり。でもなんかいい緊張感だったなっていう。ね、これ待ちやわ、カメラ。
可愛い。こんにちは。可愛い。ちょっと面白いこの画角。いやでもいい、すごいいい緊張感だなってのを感じて。こう言ってしまえば僕たちが初めて立つ土俵というか、初めて踊らさせていただくステージだったので、なんかこう本当に貴重、僕たちにとって貴重な経験にもなりましたし、これからどんどんこういろんなステージだったりイベントだったりライブだったり経験させていただくごとに、この今回の M ステでの貴重な経験は本当に糧になるなと、非常に思えた。非常にね。いや本当にでも、ね、そうめっちゃ非常に思えた一日だったので、本当に今日は自分の中で一回吸収して、他の今後控えているライブだったりイベントだったり、備えて、引き続きね僕たちらしく頑張っていきたいと思います。よいしょよいしょ。レンコンかっこよかったよって、最高でした。ありがとうございます、うん、コープンカップ。はい、じゃあ午後いきますか。なんかありますか、なんか裏エピソードとか、せっかくなので。そう、もちろん生ということでリハーサルとかもさせていただいたんですけど、降りるやつ階段、はい、なんか俺間違えたらしいですよね。間違えてはない。あれ本当は実は最初初めて降りてきた時に、うん、鶴木くんが最後映らず切り替わったっていうのがあって、リハーサルでね、リハーサルであって、うん、で本番で早く行こうねって言って、僕はもう一番目だったんで、うん、早く行ったらなんかちょっとまたその前にメンバーで固まって出ようって話してたらしくて、うん、僕はそれ聞いてなくて、うん、っていう。いや、悪くないですよ。悪くないですよ。それも生の醍醐味。全然悪くない。そう。いい。そう。何も悪くない。優勝。全然大丈夫。いい笑顔。優勝だよ。めちゃくちゃ良かったです。いやでもそういう裏話もあるんですけども、まあ本当に想像していた夢のステージが今日現実になったっていうのは本当にすごく大きなことだと思うので、うん、ここからまた一つのターニングポイントとして捉えて、もっともっと進んでいけるようにメンバーと一緒に頑張っていきたいなと思います。おい、よいしょ。こっち見ればよかったですね。あ、そうだね、あっちだったね、はい、じゃあジミー。おい、飛ぶんだ。はい、こう行くからね。なんか共演できて嬉しかった方とかいらっしゃいますか？そうですね、共演できて嬉しかったのはやっぱり僕は椎名林檎さんとか愛さんとかはすごく自分も聞いてたので嬉しかったですし、あとグリルズがつけてたんですけど、私もそれ持ってるって言ってくださって、本当に新しい MV 本当作っててグリルズをで、ほぼ一緒のデザインなのもなんかそういうの嬉しかったなと思いますし、素晴らしいね。あとダバンプのケンゾーさんがたまたま廊下ですれ違った時にいい声してるね。うわ熱い、その声もいいね、それ嬉しいね、いい声してるね、全部いい声、めちゃめちゃあれは嬉しかったですし、うん、あとトモさんもね、うんうん、こうやっていっぱい、うん、ソロ、ソロの中でこうやってやってくださって、めちゃめちゃこう熱いな。自分たちなかなかこうお仕事で一緒になることはなかったんですけど、ああやってこう楽曲を通してサポートしてくださるっていうか、うん、応援してくださるのはすごい嬉しいなと思いました。イエーイ。あとフォーエバーの皆様にもすごい感謝してます、うん、もう僕らだけでは立てなかったステージだったんで本当にありがとうございます。フォーエバー。はい、ということでいいさかな次は。はい、なんかね、リハの時にみんな緊張してるみたいな話をね、スタッフの方にしていただいたんですけども唯一イーサーはなんかいつも通りだねみたいなマイブスマジですか、だったんですけども、はい、本番どうでしたか、緊張しましたか？いやもうシンプルに楽しかったです、本当に。まあ緊張もちょっとしましたけど、うん、めちゃめちゃ楽しかったですし、うん、まあもちろん止まってんいやまあ本当に豪華な、なんていうんですかね、アーティストさんたくさんいらっしゃって、でその中でパフォーマンスするってすごいなかなか緊張することだと思うんですけど、本当に楽しかったですし、やっぱりめちゃめちゃ刺激受けましたね。素敵なアーティストの方々と共演じゃないですか、なんていうんですかね、同じステージに立って同じ番組に出れてまあでもこれを機にまた必ず出たいなという気持ちがめちゃめちゃ込み上がってきたので、本当にマジで皆さん楽しみにしておいてください。楽しみにしておいてください。これからもね、これからの最近も、ね、もっともっとね、いきましょうか。コップンカー、はい、素晴らしい。
すぎゃかった。まあということで、まあ僕たち、まあ、ちょうどだから来月か、来月でもデビュー2周年なのかな、はい、2年経つんですけども、うん、まあそのねタイミングでこうして M ステに出演できたこと本当にめちゃくちゃ嬉しいことですし、まあもちろん日本だけではなく海外での活動も、本当にあるからこそのこの、まあ、一つの結果になったことが本当にすごく皆さん応援してくれた皆さんに感謝の気持ちでいっぱいなので、なんか本当にここはもっともっとさらに高みを目指して頑張っていきたいなと思っていますので、あの少しでも多分今日僕たちのことを初めて見てくださった方もいらっしゃると思うので、あのぜひこの機会にもうたくさんサイキックフィーバーの曲もミュージックビデオもたくさんありますので、ぜひあの気になったよ、ちょっとでも好きになってくれたらチェックしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで一通り、皆さんの感想を伝え終わった中で、視聴者の皆さんにもコメントを、いただいているのでみんなで読んでいきたいなと思います。はい、はい、たくさんのコメント本当にありがとうございます。ありがとうございます。あと X ですよね、あのサイキックフィーバートレンド入りしてましたし、あと、うん、サイキックフィーバー覚えてね、もうたくさん皆さんご協力いただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。そのどちらもちょっといろんなコメントありますので、ちょっと見ながら皆さんとちょっとコミュニケーションを取れたらなと思います、はい、なのでメンバーは何か気になるコメントがありましたらどしどし、はい、読んでいってください。はい、はい、お願いします。じゃあ前列の、そうだね、CL とかもそうだな、じゃあ、うん、心じゃあその真ん中行って、はい、じゃあ僕らこの辺に行ってみたいな、行きますか。俺は全力でこう、どうでしょうか皆さん。でも結構でも見れないんで CL 逆に開けますよ、これ、はい、YouTube 誰か開けます、すごく海外からのコメントもたくさん来ております、本当に、うん、ありがとうございます。 Thank you so much. Thank you. タイ語もありますね。みんながワイプで抜かれた時可愛かった。え、なるほど。ワイプで抜かれた時ついくんいいの出してましたよね、結構ね。歌ってましたね。歌ってましたね。確かに。あのグリーさんと一緒に共演してたんですよね。共演してるよ。共演はしてるわ。ワイプ内で。エビさんがね、こうすぐこうマイクで、うんうん、僕のことをこうするので、歌うし。いいのありましたね。歌ってたんやけどね。ずっと歌ってた。多分大好き。そう、めちゃくちゃ。やっぱり自分がこう見てたから、見てたから。なんかね、あのリアルにこうランキングとかもやっぱ見ちゃって、うん、いっぱいいい楽曲あるね。青春やったなって思い出してなんかもう。あとはね、ジミーのね、ダディの話。あれよかったっす。写真やばい。あれ、マジ緊張した。一番緊張した。一番緊張した。不安でしかない。いやなかなかパンツ効いてたっすよ。よかったよかった。いい写真でした。いい写真やった。かったね、あれ、ね、ツリー君に言われたんだけど、おでこの半分ぐらいまで毛生えてるね。じゃあなんか多分、坊主で伸びてるか、今これぐらいじゃん。そうそう。で、ここがちょっとさ、あのあこうなってて、で、デコ半分ここまで生えてんじゃないかみたいな。まあ、それチェックしてみてください。超かわいい。超かわいい。ジミーの方見てたんだけど、俺はね、写真を見たの。ジミーがね、お父さんもちろんすごいパンチあったんだけど、ジミーがかわいすぎて、やばいっしょ。多分坊主なのかね、短髪なんやけど、このデコの半分までほんまにこう毛が来てて、え、どういう毛みたいな、その髪型なの。あれやばいね。めちゃくちゃ可愛くなる。めちゃくちゃ可愛い。で、なぜかあの時僕も隣にいたんですけど、そうだね、確かにちょっと追記で話そうと思ったんですけど、ね、時間が時間が、そうね、なので生放送ですので、ね、ただ笑顔をこうするっていう、よかったっすね、相槌ね、サポート、いいサポートだ、いいサポートだって、いなかった俺多分無理だと思う。心がここにいてくれたから、確かに、確かに、ね、安心してて、ね、よかった、助かりました。あ、どうした、あ、どうした、あと結構金村も抜かれてたみたいですね。あ、ワイプで、うん、抜かれてました。抜かれてたらしいです。あの、僕とリュウシンが端っこだったんですけど、ね、映りましたね、あれ、ね、あ、もう僕はもう話してたんですよ、うん、あ、ついくる、来るぞ、来るぞ、来たら2人頑張ろう、来たーって言って、ね、結構2人映してくれる時もあったじゃないですか、ね、あれ良かったですね、結構、うん、いい感じ。あとは、あの、ウェイビーさん、ラストパート今回初めて一緒に、それ注目ポイントじゃないですか。あれ、練習したんですかみたいなコメントがありますね。あれ練習しました、ね、うん、リハーサル結構リハーサルしたよね、ガッチリリハーサルしました、ね、確かに確かに、どのパターンにするかみたいな、うん、結構パターンあったから、パターン4パターンぐらい作ってやったっすよね。確かに初パフォーマンスだ、うん、まだどこかでね見えるかもしれませんので。そうですね、そうですね、まだツアーとかもあるんでね、うん、楽しみにしてる、止まりますし。あとはサイフィーのメンバーの青春ソングとかありますかって、まあ、今回ね、うん、その夏ソング発表してましたけども、俺結構オレンジレンジさんが多いかな、うん、
裏でかかってたじゃん、あのロランキングが、あれ結構いけない太陽とか、いけない太陽、ね、そうだよ ね、 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 あるよね、やっぱ世代よね、絶対ね。あとなんかやっぱりこうその青春ソングを、うん、その学生の方が結構インタビューに答えてて、あの学生の方が例えば部活でとか、まあ、ベンチプレス上げてる子もいたけど、あ、面白かった、なんかああいう時に聞きますみたいな、よく言ってた、うん、坂道下る時に英語のかけ、ね、なんか聞きますみたいな、なんかそれ聞いた時にああみたいな、なんかすごい一緒やなと思った、はい、自分のそのテンションが上がったりとか自分のこのルーティーンの中で聴く曲、まあ曲はいろいろあるんだけど、なんかそういうのにサイキックフィーバーもなんか慣れたらなってめっちゃ思った。間違いですね、うん、僕らもね、いつかね、その青春曲とかできても最高です。最高ですね、ですね、やし青春曲になったら最高かな、うん、あの、まあ、いろんな曲を、ね、はい、覚えていきましょう。ジャスライクだとまさに青春曲になったら最高ですもんね。はい、ということで皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ということで、次のコーナーに参りたいなと思います。お願いします。はい、題して今からでもわかるヒストリーオブサイキックフィーバー、はい、ということで早速これどうしでしょう、どうでしょうでしょうか。はい、こちらのコーナーはですね、僕らが過去にあの武者修行をしていた映像を鑑賞しつつ、あの当時の思い出話とか、あの振り返っていきたいなと思います。ありすぎるわ、もう覚えてない。はい、まあ今日僕たちのことをね初めて見た方は、まあ僕たちがまあ前というか昔とどんなことをしてたのかなっていうのを、まあこれを見ればわかるということで、はい、では早速いきましょう。楽しみ。VTR スタート。初めてこれ見るの。そんなことない。風船飛んだ。ああすげえ。俺のピースか。あの子すげえ。あ、そっちか、そっちの写真ですね。あ、そっちか。なるほど、そっか。うん。あ、なるほど。はい、これね、恥ずかしいんだよ。懐かしいね。年齢が22の代で声があるんですけど、でボーカルを担当しています。一番自分が武器にしているのがやっぱり歌とダンスで、恐竜が一番武器にしていて、それ以外逆にあるんかなって自分でも思っちゃうぐらいなんですけど、名前はイーサです。はい、このギャップ懐かしい。この時のさ、はい、メンバーの中で一番年齢が年下ですね。これヨークと韓国のハーフで、分かる方は分かる。日本は入ってないんですけど、会社の一応韓国会社なんですけど、渡辺蓮って言います。年は22歳で、チームではラップとビートボックスを担当しています。ジミーって言います。僕はお父さんがね、喋っとんだよ、みんな言うぞ。日本にいる、いながらこう、とりあえず会社来てくださいっていうのすごい葛藤だったり、でこうインタビューしますみたいな、まあ、正直めちゃめちゃ嫌だなっていう部分もあったんですけど、固定概念とか、でなんかこう仕事を選んでほしくないですし、選択肢をすごい与えられるような存在になりたいよね。アーティストとしてこう表現したいのってそれなんじゃないかなっていうのはすごい思ってます。で僕は半田龍心と申します。20歳です。でこう僕がアーティストを目指したきっかけが3代目 JSOULBROTHERS さんのこうサポートダンサーとして出させていただいた時に、こう見に来てくださる皆さんのこう表情だったり、こう喜んでる姿を見たりしては、僕もこういうアーティストになりたいなって思ったのがきっかけで、こう僕もアーティストを目指したので、本当にこう3代目さんみたいになりたいですし、こういい意味でこう3代目さんも超えられるぐらいのアーティストになりたいなと思ってます。中西亮賀です。24歳です。サイキックフィーバーではラップを担当しています。あとはなんか MC をして、ね、まあ、年的にも年上組の方になるので、まあ、グループ引っ張っていけるように、普段から、まあ、場所はいろいろあるんですけど、47都道府県グループでは最年長の25歳です。あのダンスではディレクションだったり、あのこうした方がいいんじゃないか、アイデアをよく出す役をしてます。あのすごい足りてないなって思うのは、多分チームの団結力かなっていうのはすごいあって、多分コミュニケーション力だと思います。なんか改めて自分で確認して、その自信を信じて、そうですね、今現在映像が出てきて、ちょっとガサガサ。
こうして F ヒーローさんとそしてバリスティックおじさんと共に一緒に、はい、できることになって本当に嬉しい気持ちでいっぱいですし、盛り上げていけるように頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。本当に路上にこう、まあ、めちゃくちゃ、まあ、渋谷みたいなところにすごい人がいて、僕たちが爆音で音楽を受けたら皆さんが集まってきてくれるんですけど、え、誰っていう最初はなんかそれを僕たちもメンバー内で話し合って、この人たちを絶対サイキックビーバーのファンにさせるやべーことを話してます。はい、完全にこれを出したい、これやばいな、ジミーがのタランチュラいました僕たちが住んでるスパンブリです。ダンキーがこれがスパンブリです。そうそう、ジョージも裸してる。ちなみにみんな裸だから、おかしいんですけど、ボンズ超えてくるんですよ。踊りたいです。スーパーに行こうよ。歩き違う。誰か近いって言ったら、はい。みんな、気合バッチリです。バッチリです。準備バッチリです。自由に使えるということで、なかなかあの揃っていてめちゃくちゃ嬉しいです。これ今 CL の僕たちのコーナーのロゴを今作っております。丸見えフィーバー、あ、懐かしい、ここヒーほら、そしたら誰あれ、めっちゃきついっす。初めてっすよ、食中毒見た。ほぼあれ体調悪いけど、集中して、まあ、1回しかないんで、チャンスを逃さず、はい、バディ、レッツゴー。What's up, it's up! ショータイム!テンサロでしっかり黒さを保っていきたいと思います。めちゃめちゃ晴れてます。やばいっす。 TikTok を上げれば上げるほど見てもらえる。 TikTok がいかにどんなに大切かっていうことを、まあちょっとあれはいい、ココさん、あ、懐かしい、これ TikTok TikTok ね、何ちゅう動画っすか、これ化け羽ね、洋画練習しよう、かわいい、みんなかわいいっすよ、若いわ。一つ一つの、原子みたいなものが集まってるっていう感覚なのか、ワンパク系なあのダンス、ストリートダンスボーイだったのでなんか、まあ、こうしてアーティストとして立ててることもなんか今でもおすごい奇跡だなと思いますし、メンバーそれぞれ個性もありますし、本当に同じ人がいない、同じ意見ない人もいないっていう、なんかすごいあのソロでもできるんじゃないかぐらいの個性が集まったグループだと思うんですよ。まだなりきれてないと思うんですけど、真ん中には立ちたいと思ってます。なんか常に意見の中心であったりだとか、そういった部分ができてこそ真ん中になれると思うので、まだまだ発展途上心なんですけど何でもありです。三ミニ。これやってみる。奮発中のリューシングでございます。
くらすんの？いくらすんの？そうですね、やっぱ一番大きいのはこう家族が大きいのかなと思って、ダンスとかこう EXPG に通ってる時って片道やっぱしこう3時間とかかけて行ってて、夜とかも毎もう週7とかで通わせていただいてたので、そういう時もこうお母さんとお父さんこう送り迎えとかしてくださったり、こうやっぱしこう両親を喜ばせたいだったり、なんかやっぱし喜んでる顔を見たいっていうのが一番で、その家族が支えになっててやってこれたのかなっていうのはやっぱ一番に感じますね。リハーサル終わりに見てる視聴者もいれば、今 TikTok ライブを始めました。英語の勉強をちょっとタイに来て1ヶ月少しサボっていたような気がするので、ちゃんと文法も単語も勉強できるようにしっかり時間をとって今日は頑張りたいと思います。地元の方でダンスをやってたんですね。EXPG っていうスタジオがあるんですけど、そのスタジオの特待生として入らないかっていうオファーをいただいて、で、ある時 EXILE TRIBE のツアーがあって、アーティストとダンサーの違いってこうステージで表現する力だったり人を感動させる力があるなって、もうそこで僕自身も心の中に響いて、でそこで確信したんです。もうダンサーからアーティストになろうっていう目標に変わって、やっぱり今の楽しみは同じ。これ牛丼これ何番で、これついてるの牛丼、牛丼じゃこれ、ね、これ何番ね、豚キム美味しそう、豚キムうまそう、豚キム外れないな。いただきます、いただきます。で取った豚キムいいな。もう取りました、見ました。心君勝手に取ってきた、後輩が先に取るずじゃあみんちょっとシェアしよう。デビューしてすぐの武者修行ですかね、はいはい、デビューしてから武者修行ということで約2年前。やばいね、もう2年か。そうです、もう来月で2年経つの。2年前ですね。さあジミーどうでしたか。いや全部覚えてますね、意外と、覚えてますね。心が定期的に体調壊す、まあ、定期的って言ってもあれが一番大きかったですけど、一番最初。いや本当に一つ一つのイベントを覚えてますし、なんかあの時があったからこそ今のなんかこう、サイキックのなんかセットリストの作り方だったり音楽っていうのがあると思うんで、なんかこう自分たちのことをなんか今日知った方もなんかぜひ昔の感じとかでも大丈夫そう。つまんなかった、ごめん。いやいやいや、早く早く。鑑賞してました。鑑賞にした。鑑賞ね。まあそうですね、本当に一つ一つが自分たちの今のなんていうんですかね、こうピースであるのでパズルの。なんか皆さんにこうやって届けれて嬉しく思います。はい。リーさんどうでしたか？いやーめちゃめちゃ懐かしいですね。でもやっぱりあの日があったからこそ今の僕たちがいるというか、多分もし仮にタイに行けてなかったら今日こう M ステに出れてなかったかもしれないですし、もういろんなその2年前ぐらいからもうその前からそうですけど、サイキックフィーバーになってからいろんな経験ができたからこそ今の僕たちがあるので、もう見てくださってる方も。タイで支えてくださった方々も改めて感謝したいなと思います。本当にありがとうございます。コップンカップ。コップンカップ。
シーンどうでしたか？いや懐かしかったですね、うん、懐かしい。2年前ですから、うん、本当デビューした瞬間に、そうね、すぐね、多分行きましたもんね、すぐ、ね、うん、すぐだったですよね、うん、に行ったので、やっぱこう、まあ、日本にいる方もそうですし、多分こう離れちゃうのみたいな感じだったと思うんですけど、うん、なんかこの映像を見たらすごい、なんで離れたかとか、なんかそのタイでやる理由とか、なんかすごいそこが今になって多分つながってくる部分もあると思うので、なんかそこはこう今最近してくれた方とかも、なんかその前の僕たちの活動とか見てくれたら、すごくよりなんかこう好きになってくれるのかなってのも思いますし、なんかこの経験があったからこそ今の僕たちの個々の個性だったり、チームとしてのなんかこうなんか将来の目標も見えたのかなってのを思ってるので、なんかすごいいい経験にもなりましたね。またやりたいですね、こういうのも。なんか一緒に生活してみたいな、ね、なんかチーム力も上がったと思うんで、そこでより、間違いない、うん、こういう経験は大事だなってのは思いました。楽しみです。コップか。ああ。次はどうでしたか。そうだね。やっぱりこう言葉も勉強してこうタイには行かせていただいたんですけど、やっぱり言語の壁ってすごく大きくて、本当に最初は伝わらなくて、でこうでもまあこう住むホテルだったか宿のところでこうめちゃくちゃこうタイの方に支えてもらったんですよ、僕たち。でご飯も作ってもらったし、もう何から何まで車も、ね、用意していただいたりとか、もう何から何まで全部していただいて、でやっぱりそこでなんかこう人と出会う喜びとか、つながる喜びとかっていうのをこう感じることができて、でこうタイの皆さんこうパフォーマンスする中で、タイの皆さんのこうファンの皆さんと出会えたりとか、なんかそこでもまたわあ、ま、自分たちが知らない世界とか、自分たちが知らない景色をファンの方が見せてくれたっていうのはなんかすごい嬉しくて、でこう日本と行き来してたんですけど、日本に帰ると日本で待ってくださってるファンの人がいたりとか、でそのタイで出会った方々とか待ってくださる方がいたからこそ、今こうしていろんなところでグローバルに活動できてるっていうのがあるので、なんかすごく人と出会うことの幸せとか、もうこの人たちを一生幸せにしようっていうなんか覚悟ができたので、なんかすごく本当にタイに行ってこう武者修行っていう形取れたのがすごくなんか自分にとって宝物ですし、財産ですし、なんか証明にもなったのかなと思うので、これから出会った方々を本当に幸せにできるように頑張ります。ちょっとさあ、あれなんか思い出とかありますか？なんかここ懐かしいなとか、ここ楽しかったなとか、こうよく行ってたなとか、あ、今もね、もしかしたらね、いっぱいあると思うけど、いっぱいありますよ、うん、めっちゃレント行ってたわ、いろんなとこ行きました ね、 ね、まあ、でも僕結構まあ最近最近タイで洋服とか、うんうん、古着屋、うん、やっぱタイってそういう、ね、行ってますよね、僕ら夜の、うん、市場、ナイトマーケット、ナイトマーケット、これも一緒に買って、これ実はナイトマーケットで買ったやつなんですけど、うん、とかやっぱタイならではのものがやっぱたくさんあったので、楽しいとこいっぱいあるよね、楽しいとこいっぱいありますし、エフィーロさんが最初にさ、まずはこうタイの文化を勉強して知ることっていうのが、その言っていたことの意味がすごい理解できたというか、うん、でそれもなんか僕たちのパフォーマンスにも反映できましたし、タイだけじゃなくて他の国々でもなんかそういう意識を持って、うん、取り組めたらいいのかなと思いました。文化と生活に触れるっていうことだね。そうですね、うん、はい、さあ心ありますか、なんか印象に残ってるエピソード。いや本当に行って早々の体調崩しは心配したわ。いや結構大きかったですけど ね、 うん、ね、まあ、日本でもよく崩すんですけども普段から崩すんですけどで、まあ、まああれが最初の、まあ、スタートっていうか、まあ、初めての、まあ、日本博からのイベントだったので、うん、でもこうして、まあ、去年も出させて日本博とか出させていただいた時には、うん、テーマソングを歌わせていただいたりと、本当に少しずつではあるんですけども、たくさんこうして僕たちの輪が広がって、応援してくれてる僕たちの楽曲を聴いてくれる方が広がっているというのを少しずつ
僕たちも感じてきてはいますので、本当にこれからも本当に感謝の気持ちとその寄り添う気持ちっていうのは忘れずに皆さんと一緒につながっていけたらなと感じました、うん、はい、はい、でも本当楽しいことたくさんしましたよね、撮影で、ね、ニュースクールブレイキンとか本当にいろんな文化を学んだり、ね、うん、いろんなチャレンジをしたりっていうのが YouTube で見れると思うんですけども、そういったのも含めて、まあ、CL さんでも撮影ありました、うん、いっぱいね、はい、アーカイブもあるのでね、はい、ぜひ確かに見てください。はい、ちょっとまあ僕たち、まあ、2019年に結成してますから、うん、まあ、先ほど見ていただいた、まあ、タイでの武者修行以外に、まあ、日本全国、ね、47都道府県回る武者修行もありましたし、まあ、TikTok でもね、オンラインで、はい、あの武者修行をしたりと、ありましたね、TikTok、はい、ありましたよね、うん、なので本当にこう、まあ、ヒロさんをはじめ本当にいろんな方々 の、 お力添えがあって僕たち今活動することができているので、うん、まあ、そうやって本当に振り返ってみると、まずはね、あのタイをはじめにスタートして、うん、でそこからまあ東南アジアを中心に活動する中で、だって来月にはもうフランス、パリにも行くことが決まりましたから、はい、そうですね、本当にもう少しずつ着々と僕たちのこの活動の幅が広がっている状況ではあるので、まあ、ここからさらにギアを上げて、フォーエバーの皆さん、おいしがさん、皆さんと一緒にたくさんの夢を叶えていけるように頑張っていきたいなと思っていますので、はい、引き続きサイキックフィーバーの活動を楽しみにしていてください。お願いします、はい、お願いします。ということで、みんなの思い出も振り返ってきましたけども、おいおい、コメントも結構たくさんいただいているということで、はい、まあ、少しまだ時間があるそうなので、コメント若干、はい、コメントも見ながら、ね、ちょっとアフタートークしましょう、みんなで、うん、はい、そうですね、はい、これちょっとでもさ、こう後ろのお二人も確かにちょっとずらすか、あ、じゃあ、もらえます、で僕らちょっと CL 見ましょう、せっかくなんでね、はい、はい、はい、ぜひぜひ、はい、たくさんコメントお待ちしております。もう気になるものがあればどしどし読んでください、皆さん、はい、どうですか、友達に読んでくださいね、皆さんね、早いね、読んでくださいね、もうどしどし読んでくださいね、皆さんね、500人見てくれてますから、ね、ありがとうございます、皆さん、本当にもう気になったらどしどし、はい、読んでください、釣りってずっと来てますよ、どうですか、ご存知ありますか、パリにはライブしに行きます、はい、どうですか、友達に教えまくったよって、今日は、ね、嬉しいです、ありがとうございます、何の加工、やっぱ加工加工がすごいのかな、入ってんのか、皆さん、次なんか入ってないか、皆さんありがとうございます、あ、ほら見てください、なんかいいことあるかも、すげえ、どうですか、どうですか、すげえ、まあ、あとね、先日CL の方では、お仕事 LDH っていう配信があったんですけども、まあ、つい最近、まあ、僕とジミーのそのキャス配信の様子が、まあ、YouTube の公式の方に上がりまして、まあ、それをちょっと切り抜きをしていいということで、皆さんが持っているSNS のアカウントで、まあ、好きなように動画を切り取って使えるっていうのもやってたりするので、まあ、今日も、ね、もしこの CL、後にアーカイブが YouTube の方での上がったら、もう今日の配信のこの僕たちの出来事とかエピソードも皆さんに使えるということなので、ぜひもしよかったらそういうのもやってますのでよろしくお願いします。お願いします。昨日僕のやつ上がったね。上がった。おー、じゃあ1時間半の超大作たくさん聞いとって、ぜひね、一緒に広めてくださいと嬉しいです。最後、今タイ語も来てまして、うん、タイ語も読んでいきましょう。タイのファンもサイフィーをとても愛していまして、こういう顔なんか僕が薬局2人だなか、こっちか PT どうしてるか、こっちかサリカーサリカー、愛知公演も楽しみになってますよ。いいですね、来週か、来週ですね、ドキュメンタリーいいですね、まあ、出したね、まあ、そう、明日もうすぐあるんでね、ラブユーフロムモロッコって来てるよ、ラブユーフロムモロッコ、おー、Thank you guys、 You guys なの、はい、みんなじゃないですか、あ、モロッコの人全員から来た今。こっちも、そっちも、え、そっちも、そこっちも、すごい、すごいね。ティッシュもらえたって来てますよ。ティッシュね、ありますよね。そこにティッシュいただきました。ね、あ、見せてあげます。見せていいですか。確か見せていいのか。テレマカシー。ティッシュ紹介お願いします。この年間のティッシュ。テレマカシー。ティッシュ紹介してください。テレマカシー。じゃじゃーん。素晴らしい。はい、これです。このティッシュですよ。一人一個ね、いただきましたね。ワンセット、ワンセットね。あ、持って帰った。あ、ダメダメダメ。俺ももらう。明日来てね。明日はイサの心。あ、確かに。ますよね、少しじゃ紹介してくださいよ。イベント。ちょっとだけ詳細もらっていいですか。
あの、スイートさん、スイートさん、そう、何時からとかが詳しい情報は、これ SNS 載ってるんですけど、あの、六本木の方ですよね、六本木ですよね、六本木の方で、はい、僕と高校六で、わいいね、あの、なんか結構あの、今回パフォーマンスというよりは何ですか、僕らのこう、なんていうんですかね、私生活であったりだとか、まあ、プライベートな部分にも触れた内容になってますので、はい、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。思います。お願いします。お待ちしてます。いや、そうです。はい、詳しくは SNS もね、ぜひね。な、詳細は言えないですけど、うん、コスチュームもなんかいい感じらしいんで、あら、まだ言えない。あ、じゃあいつもと違う、言えない。違う二人が見るということで。まあちょっとここだけの話、多分、うん、あのヘアメイク的なのも変わるかなと。なるほどね。俺はどうぞ。なるほどなるほど。まあでも夏っぽい、夏っぽい僕らが見れるということで。気になる。多分サイキフィーバーのみんなも遊びに来てくれると思うんで待ってます。すいません、仕事です。すいません。別件です。別仕事ですね。ね、まあ仕事。別件です。すいません。リュウシン君が来てくれるらしいです。起きれたら起きれたら。え？起きれたら。起きれたら行くかね、行くか。I don't pay my debt today。お、どうした皆さん。皆さん聞いてください。スイーターした。ぜひ来てくださいね。可愛いことしてくれると思う。ツアーの件だね。うわ、そうですね。じゃあそろそろちょっと告知事もね、しながらって感じですかね。はい、はい、はい。はい、ということで、はい、あのです、僕たちはサイキックフィーバーアジアツアー2024ヒートと題しましてですね、今現在アジアツアーを開催中です。はい、日本では来週愛知公演、まあ、ジミーとね、イーサの地元、いやー、6月18日、スタジャーやっと、6月18日、来週。あります。そして、関西出身のね、そういうこと僕のところもね、ありますよ。大阪公演、6月28日にいやありますので、ぜひあの皆さん、少しでも気になったよって方がいらっしゃいましたら来てほしいですし、あのね、もう来るよって方はもう楽しみにしていてもらえたらなと思います。はい、そしてあの、その次の日にはですね、6月29日、あの今日、M ステの方でも少しあの VTR でね出演していただき VTR で出演していただきました、あの広瀬香美さんのライブがですねあるんですよ。コミエクスポ2024が次の日にありますので、それは関東ですね、関東でありますので、あのそこではちょっとまた特別なライブになりますので、めっちゃ特別です。はい、初めてですよね、あれやっべえよ、初めてで、初めてのこともありますね、あります。なのでちょっとスペシャルな内容になっていますので、これ見なきゃ損しますよ皆さん、そちらの方もお時間がありましたらぜひ来てほしいなと思っております。はい、それでは今回はね、アジアツアーということで、はい、まあ、大阪公演が一応今発表している分にはなるんですけども、はい、これから海外の公演も近々発表させていただきますので、はい、ぜひ皆さん今重大発表楽しみにしていてください。お願いします。発表します。はい、ということでどうでしょうか、こんな感じですかね、告知事は、はい、大丈夫ですかね。そうですね、はい、ということで、さて、そろそろエンディングです、はい、今日は M ステからそして生配信まで皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後、心を皆さんに一言お願いします。はい、来ると思わなかったいや本当にここからさらに火をつけて、うん、皆さんと一緒に最高の夢のステージ、そして本当に皆さんのそれぞれの夢と一緒に僕たち自身進んでいけるように頑張っていきますので、ぜひこれからの活動を楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。サイキックでした。ありがとうございました。Thank you so much. Thank you for watching. Thank you for watching. テレマカシ。Thank you for watching. Merci. Thank you. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye TikTok. Thank you so much. Bye bye. ありがとうございました。ありがとうございました。